どうも、バンです。本日2024年4月4日なんですけれども、立花隆さんですね。えー、ちょっと僕、立花隆さんに対して、ちょっとこれはないんじゃないかなというような思いで今いっぱいです。どういうことか説明していきます。立花隆さん、えー、もう端的に結論を申し上げますと、政党政治をぶっ壊す。 もうちょっと、まあ、ちゃんと日本語的に言うと、政党政治をぶっ壊そうとされています。もう、あの、してしまうと言っても過言ではないでしょう。えー、まあ、そうされようとしてるわけです。どういうことか。えー、百田氏ですね、えー。日本保守党の百田氏とね、対談をされたとのことで、えー、まあ、いくつか切り抜きの動画が上がっております。 で、そこでですね、立ち話、えー、百田氏にですね、民族党の買い取りを提案されたとのことですね。で、えー、そもそもですね、政党の売買なんてのはありなんですかこれは僕 NG だと思います。ただ、日本の法律にそういう法律はおそらくないと思われます。まあ、想定していないんでしょうね。じゃあなぜ、 えー、バンティービーはね、こんな政党のバイブなんて NG だというふうに考えるのか。えー、もう簡単に言いましょう。バンティービーはですね、ガーシーに投票しました。で、バンティービーはね、左翼です。過去動画にも何度も言ってますよね。ところがですね、百たしですね、えー、もう典型的な右翼政党ですよね。 まだ国政政党にはなっておられませんけれども、まあ今後国政政党になられた暁には、最も国政政党の中で右寄りな思想の政党になることが想定されます。どういうことですかねバン t v はガーシーに投票したんですよ。NHK をぶっ壊すであったり、それから既得権を打破していく。そういう期待を込めて、 ガーシーに投票しました。まあ、結、結果的にはめちゃくちゃになりましたけどね。それって左翼なんですよ。要するに。民族党が現在、えー、左翼なのか右翼なのかっていうのはですね、えー、諸説あります。そして、えー、NHK 党ですね。旧 N 国党。これが、えー、右翼なのか左翼なのかっていうのはですね、諸説あるんですけど、バン TV の考えでは、えっとね、N 国党というのは、 これ前にも動画にしましたけれども、典型的な左翼政党だというふうに番ティービーは分析しています。ざっくりおさらいで解説いたしますと、え、N 国党というのはですね、もうさっきも言った、さっきも言った通りですよ。えー、既得権を打破していく。もうほんまざっくり言いますね。簡単に言いますね。そして、えー、まあ庶民のために、そういう理不尽な政治をやるところを改革していこうというのがですね、 思想、心情なわけですよね。で、えー、まあ中にはね、右寄りな思想、極めて右寄りな思想の考えを持った方が、旧 N 国党の司会議員とかにかつておられたのは確かです。それは立花さんがうまいことね、ニコニコ界隈のね、方々を集められたっていうのがね、結果的なところなんですけれども、まあそれとは裏腹に、ほんまに N 国党が目指していたというのはですね、 えー、左翼的、つまり、これ、これ言うとね、違うだろうっていう人がいると思うんですけど、バンティビの分析はそうなんですよ。えっ、ー、とね、失敗小僧さんもですね、昔にね、えー、もう N 国党は典型的な左翼政党ですっていう分析動画が上げられた通り、バンティビのね、分析でもね、えー、旧 N 国党ですね、は、えー、典型的な左翼政党です。で、えー、バンティビはガーシーに投票しました。 で、そのね、ガーシーに投票したバン TV の一票がですね、ミンツクにその一票のね、この思いが残ってるんですよ。それが、まあ、立花さんがですね、のまあ、外野ではありますよ。立花さん、もう完全にガイアですけれども、皮張ったらどうですかなんてね。 百田氏に提案されること自体がですね、まあ、おかしな話ではありますけども、それに、こうして百田氏が、おそんなやり方もあるんか、みたいなね、まあ、あの、迎合するような意見を述べられてるのも僕、おかしな話だというふうに思います。つまり、これが、まあまあ、実際に買い取りなんてことは、まあまあ、まあ、起こらないでしょうけれども、えっとね、もし万が一そんなことが起こったりなんかしたら、まあ、それはもう政党政治の破壊であると。 上と思います日本は議会制民主主義の国です。要するに間接民主主義の国なんですね。直接民主主義じゃないです。バンティビで何度も言ってきてますよね。僕らが直接ね、政治をしているわけじゃないんですよ。政治をするのは投票した、えー、人であったり、投票した政党が政治をする。これが議会制民主主義であり、間接民主主義なんですよね。それがですね、180度違う考え方の人に 手に渡るというのは、これはもう完全に政党政治に対するもうあの脅威というかえ挑戦もしくは破壊だというふうに思います。まあ実際にはそんなことは起こらないとは思うんですけれどもなぜ起こらないのかもう双方つまり双方というのは百田氏もそうですし立花氏もそうですし民族党もそうですしもう三方からですね、えー、批判 の嵐となることはもう目に見えているからです。ただ、立花氏がですね、まあ、お金優先でそのような考えで、え田、ー、氏に提案されたと。えー、お金優先、もうちょっと言うとですね、票優先、えー、まあ、選挙ック的なところ優先で、そのような考えを百田氏に提案されたということ自体が、もう政党政治をぶっ壊そうとしていることに他ならないというふうに思います。そこで、 バンティービーからの提案です。えー、民族党の大津綾香氏におかれましてはですね、このようなことをされる予兆があるということをですね、題材に、こういうね、政党政治をもう破壊してしまうようなね、こういう法の抜け穴をつくような行為を法律で規制する、そういうような提言を国会の方に提言していく、こういうことをやっていただきたいと。 というふうに思います。まあ、実際それがね、通るかどうかであったり、えー、国会議員のいない三つく党でそういうことができるのかどうかっていうのはね、甚だ、まだ現時点ではね、えー、見通しは立ちませんけれども、大津の明石におかれましては、えー、主義主張ですね。国政政党としての主義主張として政治とお金の問題を掲げておられる以上ですね、こういうね、ろくでもない考え方。 正当政治を破壊するような考え方。正当政治をお金でね、丸め込んでしまって、民意はもうどうでもいい。民意なんかそっち抜けというようなね、考えを阻止するような法案をきちんとね、提言していってほしいというふうに思う次第です。はい。というわけですね。え、ちょっとね、バンティビーの動画で、えー、まあ、立場回 関係、それから大津あやかし関係でね、えー、動画の視聴、それからアップロードがね、滞っておりましたけれども、別にね、あの、毎日、バンティビはこういう動画上げるというふうにも決めておりませんし、バンティビが言いたいことがあったら、このようにですね、動画アップロードするというスタンスで、えー、バンティビはやっております。なので、 まあ、無理やりね、毎日のように、立場さん、大津さんが、どうのこうのっていうようなね、まあ、動画アップロードされてるチャンネルもおられますけれども、まあ、えー、ネタもないのに、まあ、そういうことは、バンティピーはしません。まあ、逆に言うとですね、ネタもないのに、えー、なんか煽るように、そういうようなことをガンガン、えー、YouTube とかでね、アップロードされてるというのであればですね、まあ、ちょっと別の目的はあるのかなというふうに、邪推もしたりします。